はい、ドミンさん特上です。それで今回ですね、チャプター5シーズン2がね、始まったということで、今シーズンも早速軽くする設定を紹介したいと思います。で、このDirectX11の方は、今シーズンになってからちょっと変わってたっぽいんで、そちらの方もね、DirectX11やってる方向けにも紹介しようと思うので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは本編、レッツゴー。はい、ということでまずはですね、パフォーマンスモードから紹介していこうかなと思います。一番大事な設定がこちらですね。はい、グラフィッククオリティパフォーマンスモード、ここですね。これ全部低設定がいいですね。まあ、秒逆距離もね、これ前のシーズンは最高だとねマジで重かったんで、これはね本当に近いにした方がいいね。一番低設定、近いか中かどっちかですね。でテクスチャ低、メッシュ低、 FPS 表示はまあどっちでもいいね。まあ、ここの4項目はね、まあ、絶対低設定がいいと思います。で、オーディオの方は、オーディオはね、音質は低の方がいいね。これ、ここにも書いてるけど、こうにするとね、パフォーマンスが低下する場合がありますって書いてあるんで、まあ、これは絶対音質低の方がいいね。で、バックグラウンド、オーディオオフ。まあ、これ字幕はね、全部一番左の項目、まあ、オフの方がいいですね。で、次はゲームの設定ですね。まあ、これ、コンテキストヒント。これもオフですね。で、リプレイ。リプレイを記録すると、パフォーマンスが低下する場合がありますって書いてあるから、デバイスのね、空き容量がね、結構少ない方はね、オフでもいいと思います。で、節電の方は、これはオフですね。ゲーム UI の方は、ちょっと下の方に行ってもらって、これですね、ネットデバッグのステータス。これもね、オフの方がいいですね。はい。これはピング表示させるやつですね。まあ、これね、あんまいらないんで、これもね、オフでいいと思います。で、こんな感じですね。パフォーマンスモードの方は、これで終わりですね。はい、というわけで次はですね、DirectX11 とパフォーマンスモード共通のね、設定をちょっと紹介していこうかなと思います。まずは Epic Games Launcher を開きますか。Epic Games Launcher のライブラリーの方行ってもらって、で、Fortnite のここですね、点々を押してもらって、オプションですね。で、オプションの、この高解像テクスチャと DirectX12 シェーダー、これはね、チェックを外してください。全部これオフで。まあ、ここだけね、なんでこれオンになってるかというと、なんかこれオンにすると、なんかロードがね、速くなるらしい。昔はね、これなんかチェックオフにした方がなんか軽くなるっぽいんだけど、なんかこれチェック入れた方がね、なんかロードがね、速くなるみたいなんで、これはね、絶対チェック入れた方がいいですね。はい、で、終わったら適用で。で、次が、この自分のアカウントをね、選択してもらって、で、まずはこのデスクトップ通知。この2項目はオフの方がいいですね。はい。これはね、まあ、いらないんで、もう重くなる原因になっちゃうんで、まあ、これはね、チェック外しましょう。で、次がね、下の方行ってもらって、このフォートナイトのところをね、押してもらって、追加コマンドライン引数にチェックを入れてもらって、これですね、これ。これ概要欄にね、貼っておくんで、よかったらコピー&ペーストね、して貼ってみてください。これマジで軽くなるらしい。で、これやったら、この点々を押してもらって、この管理ですね。管理をしてもらって、で、ファイルを確認するですね。これで、しっかりね、この今の設定がね、実行されることになりましたね。で、あとね、ロードもね、速くなるみたい。はい、というわけで、こっからはですね、DirectX11 の方の設定をね、ちょっと紹介しておこうかなと思います。はい、DirectX11 の項目ね、なんか今シーズンになってから、なんか増えてる気がするんだよね、確か。ということで、まずはね、これですね、クオリティプレセット。これは低設定がいいですね、低設定。この、アンチエイリアススーパー解像度、TSRT っていうね、これがいいですね。これが一番軽い設定。この NVIDIA DDS ってやると、なんかね、自分の場合はね、結構カクついてたんで、これはね、絶対これの方がいいと思います。で、テンポラルスーパー解像度。まあ、推奨設定ってもあるけど、個人的にはパフォーマンスがね、いいと思います。最終的な画質よりもフレームを優先しますって書いてあるから、画質ね、ちょっと悪くなっちゃうけど、フレームをね、優先するんで、FPS がね、安定しやすくなりますね。画質ね、ちょっと良くしたいよって方は、これね、推奨設定がね、一番いいと思います。まあ、あとはこの影とかね、これもオフで、グローバルイルミネーションもオフで、リフレクションとかもオフですね。まあ、これなんか多分増えたんじゃないかな、わかんないけど。僕見てないだけかもしれないけど、なんか今シーズン多分増えてたんで、まあ、これちょっと低めに、全部ね、低設定でやってあげてください。で、FPS の表示は、まあどっちでもいい。で、GPU クラッシュとレイテンシーマーカーも全部オフで。これも全部オフですね。で、あとの項目はね、パフォーマンスモードと変わってないんで、これはね、パフォーマンスモードと同じでいいんじゃないかなと思います。こうすると、DirectX11 でも 240fps ね、ほぼ安定してるっていう感じですね。こんな感じで。普通に安定してる。建築しても全然安定してるよね。200fps は絶対いってる。まあ、デフォルトの DirectX11 の設定だと、まあ144とかね、それぐらいになっちゃいますね。はい、こんな感じですね。まあ、意外と DirectX11 の方がパフォーマンスモードよりも軽くなるっていうね、方もね、まあ、PC によってはね、いるかもしれないんで。まあ、よかったらね、試してみてください。はい、というわけで以上はね、チャプター5シーズン2の軽くする設定をね、ちょっと紹介してきました。ということで、ここからですね、ランクの試合をね、流して終わりたいと思います。
ランクやります。やばい、ちょっと待って敵がいないんだけど、ちょっと待って、ダメージとか与えんとこれ上がんないからな、ランク。これまずい、やばいやばいやばい、やばい。からのからの、からのからの、あぶねー、お久しぶりですちょっとちょっとだけペッパーペッパーペッパーやばいてー、ちょっと待って、やばい、ゼウスやばい、ここでゼウス漁夫のリーが一番やばい。てかここ開いた、誰もここ取らない、やばいやばいやばい、くる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 、やばいやばいやばい、あばっ、おーい、ちょっと待って、やばいやばいやばい、えぐい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 、早くして、この人やばい、この人やばい、あ、もう回復なかった、最悪や、なんで勝ったー、もう 100% 負けたと思った今の、なんで勝った、おい、なんかえぐいえぐいえぐい、おほほ、ちょ待って、健在カード10枚しかない。危なっ待って、あの人メダル持ちやん。おー、マイガー、待ってー。こういう時に、マジか、当たらなかった、どこに行くの、どこ行った、 A few moments later、 うわーマジか、やばい、このメダル、ちょっと待って、武器が最強になった、ちょっと急に、アサルトが強すぎる、よし、あぶねーおー、結構上がったわ。